ここは大阪地検岸和田支部。ここで収容予定の犯人が隙を見て逃亡した事件が起きました。大きな被害は出なかったものの、周囲の住民を恐怖に陥れた事件でもあります。ところがその8日後にまた収容予定の犯人を逃してしまうという知見の珍プレーが目立った事件でもありました。それではどうぞ。2019年10月30日、大阪地検が自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の罪で起訴保釈が取り消され、収容予定だった女性の逃走を許してしまった。逃走劇があったのは午前10時50分ごろ。大阪府岸和田市上野町東の地検岸和田支部前の路上で、30歳になる息子が運転手する軽乗用車の助手席に乗り込んで逃げていた。逃亡した女性の名は岡崎君江。そもそも岡崎は2月12日無免許運転で8歳の児童をはねて怪我をさせた上、大丈夫やんなと一言被害者に確認し逃げたとして起訴された。3月20日に保釈が決定。5月15日の初公判に出頭し起訴内容を認めていた。ところが9月9日の第2回公判、10月10日の第3回公判をいずれもすっぽかしたため、5日後に保釈が取り消された。そしてとうとう10月30日に呼び出しを受け収容されることが決定し、収容の手続きについて説明を受けている際、事務官に荷物を取りに行きたいと告げ、事務官4人の付き添いで息子が軽乗用車を止めていた路上に向かった。ここで事件が起こった。岡崎は軽乗用車の助手席に乗り込み、息子がそのままアクセル全開、制止しようとした男性事務官がはねられ軽傷を負った。一歩間違えればこの男性は重傷を負っていた可能性があった。岡崎は岸和田支部から約6キロ離れた和泉市にある市営団地の知人にかくまわれており、結局翌々日の11月1日身柄を確保された。岡崎も捕まり、被害も軽微だったため、結果だけ見るとなんというわけではない事件であったが、いろいろインパクトを残してはいる。まず行政の対応である。犯罪者が収容前に逃亡したとあっては一般市民に被害が出る恐れがある。ところがこの事件をめぐっては、大阪地検が岡崎の逃走を公表したのは発生から5時間後で、岸和田市には連絡していなかったことが問題視された。大阪地検の言い訳としては、事実関係の正確な把握と確認に時間を要したと説明したが、吉村大阪府知事は府民にすぐ情報を伝えることで危険が及ばないように対策が取れる、速やかに情報を提供すべきだと対応を批判。人一人をひき逃げした前科があり、証拠りもなく、また人を引いて脱走した人間が野に放たれたのだから、詳細はともかく情報は早急に発表すべきであった。もう一つは岡崎の風貌である。左目が不自然に潰れており、いかにもな写真の人間が脱走したことが発表された時は、大阪を中心に彼女の容姿で話題になった。岡崎は1970年大阪府南部の漁港に近い集落で生まれ育った。大阪の実家の近隣住民によると、近くの公立中学に通ってたが、その時は蝶のつく美人で後藤久美子によう似ていたが、長身で痩せていてね、他の中学からわざわざ見に来る人もいたくらいやと、若い時は容姿に恵まれていたようであるが、素行の悪さも際立っていたようで、いわゆる女番長みたいな存在。金髪に染めてタバコをふかしては先生に、おい我と立てつくような子やったと当時の知人は10回、別の知人は中学を出てからは不良仲間の男とつるんで遊び回ってた、10代のうちに男とできてしまい3人の子供を産んだ、
ろくに子育てもせず、他の男のところを転々としていた。付き合うやつは柄の悪いやつばかり。2、3年前には葬式へ喪服に真っ赤な髪で現れて不況を買っていたとのこと。そもそも岡崎は過去、高級時計など貴金属の窃盗を繰り返す窃盗グループに加わっており、2001年に検挙されたことが明らかになった。被害金額も1億円を超えるほどで、加えて覚醒剤による逮捕歴もあった。見た目で人を判断するのはあまり良くないが、見た目以上になかなか危ない前科の持ち主であったため、逃げられた知見にはなおのこと非難の目が向けられた。結局それ以上は被害が出ずに事なきを得たのであるが、岡崎が逃亡、そして捕まったのが11月1日。それから8日後にまた大阪で犯人の逃亡劇が繰り広げられてしまう。覚醒剤取締法違反罪と大麻取締法違反罪で起訴されていた大上良太郎が、大阪地裁岸和田支部の判決公判に3回連続で出頭せず、11月7日に保釈が取り消されていた。事務官が同署で手続きし、収容先の平岡署に護送する途中の路上で、大阪地検の事務官3人が護送していたワゴン車から逃走した。車に乗っていた大上が手錠がきついと話したため、事務官が緩めようとして左手の手錠を外したところ暴れ出した。ワゴン車は走行中で、大上が2列目のスライドドアを開けて半開きの状態になったため、運転していた女性事務官が危険だと判断して停車、そのまま開いたドアから逃走したというわけである。大阪地検は発生直後に110番、約2時間半後の午前6時半ごろ東大阪市役所に連絡した。現場はラグビーの聖地である花園ラグビー場から数百メートルの場所で、町工場や倉庫が多い国道170号沿い。直近で2度も犯罪者が脱走した警告を受けた市民はたまったものではなかった。近くに住む男性は、なんやえらいパトカーのサイレン聞こえるな思うてたら、ニュースでまた逃げられたって、何やっとんねんいう感じやなと呆れ果てていたという。2日後になんとか確保し事なきを得たが、大上の逃走により現場周辺の博物館や図書館、体育館などが休館となり、中止になったイベントもあった。個人的に経験したことはないが、もし自分が住んでいる町で犯罪者が逃亡したというニュースが入ったらと考えると、とても恐ろしい気持ちになる。当時の大阪の方々は2週間ほどで2回もこの恐怖体験をしたとのことで、本当に怖かっただろうなと思った。冒頭の岡崎などは車で暴走していたことより最悪の事態を招いていたかもしれない。犯罪者はある意味で追い込まれており、躊躇がない。罪のない一般市民が被害に遭わないよう大変だとは思うが、行政の方々には頑張ってもらいたい。